世界各地において年間16戦の過酷なレースが行われる。ラリーの最高峰、ワールドラリーチャンピオンシップ WRC では、開催地ごとに30に及ぶ速度無制限のタイムアタックコースが付設される。暴れるマシンを押さえつけ、ドライバーたちが体力知力の限りを尽くして走破する。その舞台をスペシャルステージ SS という。いいじゃん今日。
来たぜ、ギラコのインプだ。ちょっとまぐれでトップ取ったからって鼻の穴膨らましちゃって。俺の鼻の穴はもともと膨らんでるナチュラルボンなんだ。ベラ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 口の減らない男だな、お前は。そのね、汚い歯全部抜いてやっからね。おおほほほ、怖い。じゃあ行きます。僕ちゃん遅いの映っちゃうと困るので先行きます。ギラコ、安全運転でよろぴこ。ガキが。なんかすっからだよ。何？レインボーライン？あ、分かった。今拾いに行ってやっからよ。ったくガキが。なあ大仏、これお前美咲のおばちゃんの車だろうがよ。何攻め込んでんのよ。うわくせ。お前これブレーキ焦げてんよ。いやまだまだいけるよ。さすがに、さすがな。ステアリングもガタガタだけど。あ、社長が呼んでんで。はあ、これ売りに行く？だってお前山ちゃんがよ、こんなもん一銭の価値もねえなんて言うからよ。でもフリーマーケットかなんか持ってきゃお前200円ぐらいになんじゃないか。夏のボーナスですか。200円だけでいかねえか。ちょっと去年の暮れも出なかったんだぞ。どこが景気回復したって言うんだろうな。事故車拾う前に飯行ってくるわ。飢え死にする前にパラドリしたらやったけよ。はい、西山もたす。あ、社長、銀行です。借金返せって。あ、持ってあと半年だな。まあ頑張ってダメなら諦めが肝心か。裏のガレージにちょっと来いよ。まっすぐ全開。左。次も左。アウトかけたぞ。
敵左ヘアピン展開緩い右アウト取れたぞ落ちるわ。ボーナスの代わりだ。持ってっていいよ。何ですか？見てみな。これまだ残ったんですか捨てんの忘れちゃっただけこのフリーマーケットなんか持ってって売ってくればあ一応走れる状態になってるからラリーとはあまりにも多くの要素を持つ道具を知力体力の限りを尽くして人間が最善の操作をするとじゃないかなでもっと言うと熱車に対する情熱これが一番大事だと思う今日は貴重なお話ありがとうございました、本日は自動車評論家の栗原先生にお話をお伺いいたしましたありがとうございましたはい OK ありがとうございましたお疲れありがとうございました。お疲れ様です。入社何年目なの？まだ2年目なんです。あ、そう、頑張ってね。はい、ありがとうございます。今度さ、飲み行かね？あ、はい、ぜひ。ケビンさん、いいよ。ちょっと待ってね。はい。よし、みんなで喋ろう。せーの。はいよ。好感度、バッチリっすね。そんなことよりよ、さっきの女子アナなんだあれ。車にタイヤいくつあるのかも知らねえんじゃねえのか。
前ちょっとよ、仕事選べよ。あ、司会者がよ、無知なら無知でいいからよ、もうちょっと気の利く女用意しろ。はあ、気の利く女ですか。そうだよ、パートナーなんだから気の利く女。おかえり。さっき食べてる。お父さん見てよこれ、作りすぎだって。お客でも来んのか。つかみ取り。つかみ取り。違う違う、詰め放題。吉野スーパーでね、合いびき肉の詰め放題があったの。500円ですんごいいっぱい買えて。冷凍しとけよ。だって冷凍して取っとくと後で作った時も美味しくないんだもん。それで全部作ったのか。でも美味しいよ。何のための詰め放題だよな。な、美里ちゃんちはつかみ取りなんかしたことないって。かっこ悪い。うちよそはよそ、うちはうち。厳しい現実を生き抜くための知恵よ。パソコン買ったのか。うん、リサイクルショップでね、安かったよ。本当に商売になるのか。さあやってみないと分かんないけど、まあ少し私になるんじゃない。暮れのボーナスの分挽回しないとね。あ、責めてるんじゃないよ。合ってるよ。あ、ビール飲む？発泡したけど。いや今日はいい。いただきます。まだあったのかよこれ。ボーナス代わり。今年いっぱいで工場畳むってさ、社長。お前、じゃあ俺らどうすんだよ。考えないとな、先のこと。あ、お前か、考えるっつったってよ、お前。お前そんなこと言ったって、お前、お前どうすんだよ。おい大仏、お前そんなもんだって黙いくんだよ。2人を呼んだぐらいでいい。5000以下じゃ眠たくて、それ以上で急に暴れ出すエンジン。限界近辺で神経質になるハンドリング。今のランエンボあたりの何倍もとんがった。20年前に世界ラリー選手権参戦を夢見た幻の車。先生、うん、車好きな男の人って本当多いよね。あれなんで。女が服とか好きなのと同じだよ。おかげで俺みたいな仕事が成り立つ。うーん、男がよ絶対手出しちゃいけないものってのは3つなんだよ。何なんとも。うーん、女。おばさんくせんだよお前。まずな、腕時計、次オーディオ、そして車。このよ、とっことんコアなとこまで行っちゃうからよ、金がいくらあっても足りない。だって先生も、まあ、俺は仕事だからな。まあ、せいぜい時々ドライブするぐらいだ。じゃあ今度ドライブ連れてって。いいよ。やった。あ、私なんか誘ってくれるなんて酔ってるでしょ。あ、ごめん、誰でも誘ったわけじゃねえよ。やめちょい悪いお前そってえな。誰がウーロン茶で酔うんだよ。酔えるもんなら酔ってみてよ。
ほら、よくいるじゃない。いい歳してくすぶって、過去の栄光にしがみついてるやつ。そういうやつ、嫌いなんだよね。俺なんかね、ニコヨン通りの赤い稲妻って言われてたんだから。知ってるでしょ？ん？うんじゃないよママ。ニコヨン通りの赤い稲妻だって。先生も十分しがみついてると思いますけど。知らないな。ニコヨン通りってどこにあるの？知らないの、それとくすぶってるやつが嫌いってどう関係あるんですか？関係ないけどさ、関係ないけど、そうだ。この間さ、すっごい車が釣ったのよ。これちょっと。これさ、ちょっと見てよ。私にプレゼントしてくれるんなら見る。何言ってんのママ。この間その健康にいいブレスレットプレゼントしたばっかりでしょっていうの。そうだ。俺をもらってよ。俺をプレゼントしようかななんちゃって。ああ、つぶれる。なっちゃん、タクシー呼んどいて。ああ、やっぱ潰れちゃった。ママ、もらってよ。はい、いいですよ。ありがとうございました。はい、どうも。お大事に。お大事に。関係ねえだろうがよ、てめえごまかすなよ、このエロヤブ医者。ヤブはいいけどさ、エロはないんじゃないの？止まるなっつってんだろうがよ、ヤブが映ったらどうすんだよ、てめえぶっ殺すぞ、このド変態。今度やったらな、ケツの穴から手突っ込んで奥歯ガタ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 言わすぞ、バカバカって。田中さん、どうぞ。はい。レインボーラインで最速になれや。文福の名前漏れて。在庫の山も。あっという間にピンの山だ。出ないよ出ないよ。あ、行きます行きます。おー、いってらっしゃい。はい、久しぶりにお弁当作った。あ、ハンバーグだろ。あのさ、ん、何？いや、行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。ああ、中年親父にはよ、厳しいご時世だよな。にしてもよ、あんな二人をお前今更引っ張り出してきてどうすんのよ。どうせあれだろ、若え奴と張り合ってんだろ、恥かくだけだって。なあ、それよりどうすんのよ、就職口よ。なんかさ、ついちまったよな。
栗原先生だってよ。おい、ひらこ、お先にどうぞ。どうも。なんだあの車、見たこともねえな。誰乗ってんの。ちょっと、横入りするんじゃないよ。来ちゃってさ、一応測ってやってよ。うん、しょうがねえな。行くぞ。5秒前。4、3、2、1、ゴー。じゃ誰なんだ。ジャッキーチェンが乗ってた。スタリオン。そう。スタリオンのジャッキーが絶対ちぎる。先生に見せたいものがあるの。先生がこの前話してた車、検索したらこんなの出てきたの。ん？文福、歌舞伎、ジャッキー。
タリオン。たまにはさ、ディズニーランドとか行こうよ。お金ないんだってさ。あるよ、ちょっとは。じゃあディズニーランド行こうよ。はるなちゃんち、こないだ行ったって。お母さんに聞いてみるわ。いつもそう言うじゃん。お父さん、自分で決められないんだって。何言ってんだよ。ちゃんと勉強もしなくちゃダメだぞ。やるやる。おい、あ、あんま、やりすぎやりすぎの。やっと着いた。あのおかず買ってきたよ。ああ、俺晩飯終わったらさ、ちょっと工場行ってくる。ええ、日曜日なのに。美咲のおばちゃんの車まだ修理が終わってないところがあってさ、明日納車なんだ。分かった。見てニヤニヤしてんじゃねえよ社長。あ、こんにちは。どうも。じゃあ、てめえこんにちはじゃねえだろ。いい加減働いて金返せって言ってんだろ。いや、まあまあまあ、俺ね、今サインなのか、サイン見たらだ。ほらほらほら、全部中ならこんなもんなんでしょ。ほらほらね、何が今俺すんだこれ。痛い痛い痛い、ごめんなさい。役にパチマを見つけて車いじり倒して壁にしてるって聞いたら暴力犯罪ですよ。てめえ闇金舐めてんじゃねえぞこら。いや、闇金じゃなくて。あんたの女房やめた。あ、ちょっと待ってよ、窓かも。ほら待ってよ。やめたから。何を。私は借金なんか関係ないから、取り立てなんか来ないでよ。全部この人に言って行こう。ちょっと窓かだってよ。また来るかんな。早く返さねえと行きだるまだぜ。男はよ、夢捨てたら生きていけんのよ、これが。人の心の中が出た。それだけ磨かれる。ふいわらしぶくれ。磨かれてるか。車も磨かれて、人の心も磨かれて。どういう格好すればいいんだよ。この一体感が新しい。渋い。関係っていう感じがするんだよね。例えばさ、登山山登りに行った時に頂上目指して。この人さ、ありがとう、一見見昔レーサーだったんだって。だけどしぶくりって呼ばれてんだよ。いや、そのたどり着くまでに。どんな。ゆうすけ、チャンネル変えな。なんで。違うチャンネル。覚えてない。おい、また何か届いたけど。あ、それね、ネットリサイクルのやつ。もう置くとこないじゃん。うん、奥の押し入れがちょっと空いてるから、とりあえずそこに入れといて。わかった。
冴えないな。いるんだろ、大仏。だからやめとけって。過去の栄光ってやつだろ。そうじゃない。あ、じゃあなんだよ。そんなことも分かんねえのか。昔から何を考えてるのか分からないやつだった。きっと今でも変わってないだろう。今さら何だってんだ。先生、どこ行くの？何やこの三十だ。そんなもん、向こう四通りの赤い稲妻がポイポイポイだ。よし。出らーよ出らーよ、いい男。さらぎです。久美子ちゃん。あ、どうも。こんな遅くにごめんね。なんだ、さっき今日も来ないのかな。バーカ、来ねえし関係ねえし。だっていい走りしてたじゃん。信号だね。あの人渋くりじゃね。え、マジで。あの自動車評論家の栗原な、なんだっけ。評論家がなんぼのもんだ。口だけだよ口だけ。じゃあじゃあポルシェなんか乗り上がってよ。ジャッキーとかいう最近5分30出したやついるそうだな。古いスタイル読んで。ジャッキーのこと知ってんの。俺はドライバーには興味ない。だが古いスタリオンには興味がある。何それ。でスタリオンは何。授業料高いぞ。ちゃかすなよ。古い話だよ。80年代の WRC ラリーの世界でグループ B ハイパワー 4WD のモンスターマシンの戦いが花形だった頃の話だ。グループ B?アウディクワトロ、プジョー205ターボ16、ランチャラリー037、フォード RS200、 1トン切るボディに500馬力に迫る過激なエンジンを搭載した、まるで走る狂気たちだ。そして WRC のグループ B ウォーズが頂点を極めようとしていた86年の第5戦ツールドコルスで悲劇が起きた。悲劇？
あ、当時日の出の勢いだったドライバーのトイボネンが SS18 のスタートから7キロ地点で何のブレーキ痕も残さず崖下に転落した。まだ29歳だった。結局それがきっかけになってグループ B が廃止された。あのな、それとあのボロスタリオンと何の関係があるんだよ。三菱が開発してたのさ、グループ B で勝つために。とんでもないマシンよ。それがあのスタリオン。ああ、スタリオン 4WD だ。どうだい調子は。ああ、まあまあです。目いっぱい小さいトランスミッション使ってよ、フロントオーバーハングもギリギリまで削っちゃったりなんかしてな。重量わずか960キロに対して450馬力、2リッターインタークーラーターボフルタイム 4WD、 重量配分を考慮してテールウィングには巨大なオイルクーラーが組み込まれてるんだ。今のラリーカーじゃ当たり前だけどよ、この時代にはもうすでにさ、トルクスプリット式の四輪駆動を使ったってすごいと思わない？そんな大層なもん作ったのに、グループ B がなくなったせいで WRC に出られなくなったってか。アホか。車の世界じゃそんなアホなことよく起こる。セナが死ぬなんてこと想像してたやついたか。ああ、それドライバーとかって決まってたの？なんでそんなこと聞くんだ。ジャッキーってそのドライバーなんじゃないの？そうだな。どの道あれは一歩踏み出せなかった車なんだ。あと一歩で世界に出ていくチャンスを逃した。そういう車には自然と車と似たようなドライバーが当たるんだね。あと一歩が踏み出せないってやつがな。いや、こいつはまだまだ走れるぜ。なあ、ジャッキー。あんたそいつのライバルだったのか。かわいい顔してしつこいな。言っただろう、俺はドライバーには興味ない。はあ、なんだのおっさん。今度飲み行こう。行けよ。砂漠の中、山の中で怒鳴んないでよ。ごめん。
マジ？うん、37。うわ、ジャッキーについて2位。はい。マジか。ただのチョレゴリじゃねえじゃんよ。サに負けてられっかよ。おい、ちょっと待てよ。あのチョレゴリ、いろいろ知ってんな。じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい、ジャッキー。知ってたのか。狭い家だし、ボーナスも出ないのに、そんなに忙しいはずないし。なんで？何が？どうして黙って走りに行ったりするの？怒られるとでも思ったの？そんなことは。私、結婚の時にやめろなんて一言も言ってないんだよ。グループ B がなくなったんだ。それに子供ができたら責任ってもんがあるんだろ。あの時ラリーから足洗わなかったら、ナオはどうなってた？育てられた。お金なんて何とでもしたわよ。あなたは自分のせいで私まで不幸にさせるのが怖かったんでしょ。ただもう一歩が踏み出せなかっただけよ。そんなことないよ。じゃあ後悔なんかしないでよ。してないよ。してるよ。そういう気持ち知られたくないからこそこそ走りに行くんでしょ。一人でいろんなもん背負っちゃってるような顔しないでよ。私はラリードライバーのあなたと結婚したんだから、あなたを信じて隣に乗ったのよ。こないだどうしたの？ねえ先生。え？もう聞いてない。あ、ごめんごめん。な、何？ジャッキーって誰？お前何勘違いしてるんだよ。あと一歩が踏み出せなかった男だよ。負け組？まあ世間じゃそう言うな。じゃあ先生は勝ち組？勝ち組なんてつまらんよ。勝ったら勝ったでその後もずっと勝ちを守り続けなきゃならない。でかい代償払ってな。代償？先生も勝ちを守り続けてるのね。俺は勝ち組でも負け組でもない。じゃあ何を？なんだろうな。よう、負け組。このボロ工場もお前も何も変わってないな。何しに来たんだ？仕事の邪魔だ。相変わらず冷てえな。お前いつもそうやって他人を追い出すんだ。昔からそうだよ大仏は。誰が追い出したって？勝手に飛び出していったんだろうが。グループ B が消えてなくなっちまったのは当たり前だろ。スタリオンがあったって出場する場がなくちゃ話にならないからな。いや、あの事故がなければ WRC だって。まっすぐ全開、左。5秒遅れ。右左コーナー。
危ない、お前膨らみすぎだよ。おい、ごめん、落ちるわ。まだ根に持ったのか。そんなことはない、昔の話だ。嘘つけ。俺のしじみすで八六が吹っ飛んだ。お前まだそう思ってんだろ。栗原、お前何しに来たんだ。あの時俺がドライバーでお前がコードライバーだったら状況がっていうか俺たちの人生は変わったかもな。だから何が言いたいんだ。スタリオンでウロウロするのやめろ。未練がましくみってもない姿晒してんじゃないよ。俺は走りたいだけだ。それは鬱陶しいってんだよ。ブス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 いつまでくすぶってやがって。消えかけの焚き火か。お前も評論家ってやつは車や走りを眺めんのが仕事だろう。だったらお前も車の周りをうろうろすんな。黙って評論家しろ。久美子元気か。ああ、ハンバーグがうまいよ。ディズニーランドに行けない人のこと。ナホ、やめなさい。だってそうじゃん。ナホ、私お父さん嫌いだから。ダサいし、お金ないし、何にも喋んないし、つまんないし。ナホ、ナホでさ、巻き組ってことを恐れて戦わない奴のことさ。この間の気の利く女ってやつですけど、今いろいろ当たってまして何人か候補選んでるんですけど、ね、もういい、必要ない。面白いんだよ。ねえ、海。おい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 、評論家の先生がいい年こいてや。うるせえな、歯抜きずあっち行ってろよ。
なんであんな奴が相棒だったんだか。全日本で優勝すればスタリオンでダブル RC に出られるはずだったのに、第一レグのミスがたたってあいつは必死だった。みんなに来な。6分後の遅れを取り戻さないといけなかったからだ。今度膨らみすぎた。膨らむなお前。膨らみすぎだお前。いくら大声を出してもあいつは聞き返してきた。指示がうまく伝わらない。6分12。この間より全然ダメじゃん。そしていずれにせよ俺は逃げた。ちょっと先生、大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ。事故ってポルシェ壊しちゃったんだって。あらら、かわいそう。なっちゃん今日はいいわ、お疲れ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。くそ、ポルシェってやつは難しい車でさ。男ってさ、仕事以外になんか必要なんだよね。例えばポルシェ。まあ何でもいいんだけどさ、ただの廃車じゃくすぶっちゃうもんな。だけどポルシェってやつはさ、好きなことやって食べていける人なんてほんの一握りよ。そんなの分かってるんだけどさ。きっとね、そういう男の人の方が大変なんだよね。仕事だからって割り切れないもん。そんな贅沢だよな。またおっさんかよ。わけわかんねえ。あいつ嫌い。ガツガツしててムカつく。ジューンのことだな。東海ブブク、茶釜マジュの東海ブブク、よろしくよろしくよろしく。最近やべらしいよ、経営とか。それでも来てんだから執念ってやつ。どうせここで1位取れば客が増えるとか、そういう浅はかな考えなんじゃねえの。最悪。よし、夢は諦めねえぞ。Fire!
んだけ、この茶釜印が目に流行るか。ジャッキーの記録抜いたっす。出ろよ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 、イエイ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 、出ろよ出ろよ。どうするよ大仏。いや、一人ごと。もしもし、花の南署ですが、おさらぎさんですよね。はい。ラーメン食ってたんよ。可愛い女の子がいてさ。いや、俺は変な気はなかったよ。あ、でもちっとあったかな。まあんなことはどうでもいいんだよ。そしたらよ、若えやつがその子に絡んでさ、俺かわいそうだから止めたのよ。あの野郎、親父だと思って舐めやがってよ。勝てると思ったんだよね。でもな、負けちったよ。お呼びじゃねえんだな。もう現役じゃねえんだよ。この年になってボーナスだってろくにもらえねえしよ。もう俺ダメだよ。山ちゃん、おやすみ。お父さん、レーサーだったんでしょ。写真見た。昔の話、あんたが生まれる前よ。
ひどいこと言っちゃった、ごめんなさい。それ私じゃなくてお父さんに言ってあげなきゃね。うん。お父さんもう走らないの？僕も見たい。お父さんが走るの見たい。みんなでお弁当とか持って応援行こうよ。お父さんかっこよかった？うん、かっこよかったよ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。おはよう。おはよう。山崎さん大丈夫？ああ。こないだはごめんね、言い過ぎちゃった。いや、俺も隠してることがある。西山モーターズのことでしょ？なんとなく気がついてた。社長さんからも連絡あったし。奈穂がね、お父さんもう走らないのって言ってた。それとこれ。初めてのデートの時に買いに行ったよね、成田さんまで。まだご利益があるといいんだけど。全日本で86に乗ってたあなた素敵だった。知ってた？私栗原さんによくデートとか誘われてたんだよ。ああ、でも私が選んだのはあなたよ。だからもう責任とか言わないでね。言ってくれればよかったのに。走り続けたいって。あなたの夢はみんなの夢なんだよ。私と奈穂と祐介と、あなたの夢は家族みんなの夢なんだよ。もう一度目指そうよ、みんなで。夢ってやつは立ちが悪い。追いかけようとすると逃げていく。だが追いかけないとこっちに来いと誘いをかける。そこにくすぶりが生まれる。おっさんじゃん。
だよおっさんばっかぞろぞろとよ。ガキは黙ってろっつってんだ。やっと顔が拝めたよ。栗原はよく来てんのか。毎週土曜日に必ず。いい感じだよね車走りも。まめに言っとけよ成田さん。言うことおっさんくさ。悪くないかも。
ニコヨンなんて鳥ないんだ。赤い稲妻ったって別にどうでもいいんじゃない、そんなこと。え、こないださ頭なでなでしてあげたの覚えてる？いや、なんかね、可愛かった。ひよこみたいに産毛ふさふさでさ。そう一緒になってあげよっか。え、いいの？二人で行ってみようよ、私の運転ですんごい遠くまで。どう？いや、いえ、お願いします。これで差し押さえ完了だから、こんな順で出てってくれ。俺は夢捨てねえぞ、男だからよ、男だからよ。はいはい、夢捨てないんだよ、男だからよ。好きにしろや。山ちゃん、あ、この間のそんなことも分かんねえのかって。ああ、それまだやれっかもってことだ。いや、俺はやれねえよ。そんな決めつけんなよ、まだやれるさ。今日かみさんの誕生日でさ。誕生日ってほっといても毎年必ず来るだろう。なんか何にもしないで次が来ちゃうってのはさ、もったいなくてさ。ああ、もったいねえか。今日はズバリ先生にお伺いしたいと思います。先生にとって車とは何でしょうか？あの先生、先生にとって車とは。先生、さあ、はい、一つ聞いていいかな？はい。自動車評論家っていうのはただ車を眺めてるだけなのかな？は？どう思う？あ、いや、あの ちょっと止めてください。どうしたんですか？ごめんな、俺番組降りるわ。え？評論家も辞める。なんすかそれ、ありえないっすよ。今までありがとうな。ほら、ポルシェやる。え？こいつもやるわ。先生、もう先生やれよ。いや、
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mia, お母さん。Happy birthday to you. お母さん、ろうそく消して。おめでとう。お父さんが内緒にしとけって。ああ、それも言うなっつったろ。じゃーん。おい、なんだそれ。さて、なんでしょう。え？な、一緒に行くよ。せーの、ほい。三人で一生懸命作ったんだよね。お父さん、いつから走んの？今日からだ。お守りも三つになったことだし、まだご利益があるといいんだけどな。あるよ、きっと。なんだあれ、フォードフォーカスワールドラリーカーじゃね。なんだよそのさ、カミカミっぽい名前はよ。ラリーの名門フォードが開発した世界最速のラリーマシーンだよ。大人げないな、新しいのなんか出してきちゃって。これならあのボロスタリオンなんか目じゃねえってか。今日はタイムはいい。評論家の先生よ。評論家やめた。ジャッキーだ。なんかゾワゾワすんな。なんでだろう。やだ、風邪とかひいた。違うよバーガー。よ、嫌な登場の仕方だね。やっぱりお前嫌なやつだ、クリアラ。86、あの時落ちたのはお前の指示のせいじゃない。俺の操作ミスだ。ずーっとそう思っててな。すまなかった。だから嫌なやつだっつってんだよ。今頃言ってんじゃねえよ。そうだな。
な20年以上前の暴れ馬に何やってんだ。してや悔しかったらあんなおっさんになってみるんだね
行こっか。はい。閉じ込めてた夢を夢のままで私の運転で忙しさ言い訳に、はい、物分かりのいい大人演じてた止まってた今しゃゆっくり動き出すなくした地図見つけてくれたくれたのはあなた出なよ出なよまた逃げたかと思ったよ。バカ野郎、よろしく頼むよ。この年で人巻き込みやがって。今度落ちんなよ。お前がちゃんと指示してりゃ落ちないよ。あ、そうだ、これ忘れ物だよ。どうなんだよ。ああ、問題なし。よっしゃ、死ぬほど走ってこいや。
3、2、1。